さんは何かのファンになった経験ありますか？またファンになるということはその人の全てを肯定するということと等しいと思いますか？例えば私はラーメンズのコントは好きですが、一部過激なネタを受け入れなかったりしますが、他のコントが好きだったりするので自称ファン。加藤純一さんについては一部過激な思想について受け入れられない部分もあるんですが、普段の様子や雑談、ゲーム中継を楽しんでいるのでファンだと思ってます。ファンのあり方についてコメントください。別にもうこれ言葉の定義の問題で、僕もラーメンズは好きですと。だからラーメンズ好きでラーメンズのコントが好きなんですけど、ラーメンズのファンかって言われたら別に僕ファンではないと思うんですよ。ラーメンズのコントが好き、片桐さんが面白いと思ってる人で、小林健太郎さんの作る作品が面白いと思ってる人っていうだけで、ラーメンズというグループのファンという気は僕はないんですよ。その作品が好きとファンって違うものだと思うんですよね。で、まあ人によってはそのファンのことを信者って呼んだりする人もいるんですけど、言葉の定義の問題なので、別にこの作品が好きだよとか、この人のこの歌は好きだよっていう風に話をすればいいだけなんじゃないかなと思いますけど。